さんんこにちはレクセですそれでは先取り赤木クラスの超短期合格法ということで30分から35分40分ぐらいかなそれぐらいでガイダンスの方を始めていきたいと思います早速お手元のレジメに沿ってですねお話をしていきたいと思います一応目標としましてはねこのガイダンスの目標目的ですけれども1月2月ですね2月から始まります入門赤木クラス先取りクラスというねそこのクラスへの合流これを考える方向けのガイダンスということで ということになりますが、まあそういったね、え2月からじゃなくても、え4月5月から入るというね、えそういう方もですね、聞いていただいて内容としてはね、え非常に有意義なものがあるんじゃないかなというふうに思いますので、えぜひね、聞いていただけたらと思います。はい、えーまずはえっ、ー、とクラスの目標と書いてありますレジュメの沿ってね、ちょっとお話していきますけれども、私のクラスですね、えー、まずはまあ、えー、来期ですね、えー、来期じゃない、えー、2 1 9年の2月に始まる先取りクラス、それから2019年の4月に始まる、ね、入門の春生クラス、どちらも共通ではありまして、目標としましては2020の予備試験、早ければですね、挑戦してもらえたらなと思ってますが、多くの方は2年後の2021年ですね、この予備試験、内島兄弟ロースクール、そこに合格することを目標にやっていくという感じになると思います。で私ののの担当するま、ね、まず入門講座とといいうのが年年目目勉強これを、ね、やっててくことになりまして1年目に 何するかというところは講師によっていろいろと方針は違ってくるんだと思いますが私自身は論文試験これをやるべきだというふうに考えておりますなのでま入門クラスの中でもね論文をどう書くかというところをねしっかりとやっていくそういった講義にしていこうと思いますでこの論文試験なぜ焦点当ててるかなんですけれどもね論文書くためには自分でしっかりと納得してないとね書けないところがあるんですよね知識としてもろぼえではね書けない担当試験だったらま鉛筆 振ればですね正当にたどり着くということはあるんですけれども論文試験に関しては正しくね理解して正しく覚えてないともう書けないんですねで、そういった正しく理解正しく書く ここにですすね相当エネルギーを使いますで、えー、覚えるかけるそこに行くまでにかなり時間がかかるね、えー、ローマは一日でならずっていう、まあ、そういうことわざありますけれども、まあ、それに近いところが論文試験でもありまして、えー、論文試験もやはりね一日にしてなるものじゃないでしょうで、えー、やはりまあ1年目というのはね非常にこうインプットもしやすい、えー、や,りやる気と時間とねプレッシャーのなさですね、えー、やる気と時間の多さとプレッシャーのなさこの辺からまあインプットは非常にしやすいところがありましてまあ やるんだったら論文式だろうというね、えー、そういう感じで思っていますでこの論文式をやることによって同時に担当対策にもなってるというね、えー、そういう風に思っていただければ幸いですまあ、担当の素材分野ですねおおむね、えー、半分近くないし半分以上ですね、えー、これが論文式の素材分野から出てますのでまあ、論文式の知識を万全にしておくことによって担当の基礎点これにもつながっていきますのでまあ、やはり論文試験これに重点を絞ってね1年目の勉強をするべきだろうとまあ、こういう風に考えていますで、えー、その論文を解く上で、まあ、一般 的なお話になりますけれども何がいるかなんですねで、現状の論文試験については未知の事例問題 これが出ます、まあ、実務で遭遇する事件と、まあ、似たような問題ですね。えー、初めて見る問題で、えーまあ、当事者が出てきてね、えー、問題、揉め事を起こしていきますで。そこに対して、えー、法的に解決せよと、まあ、こういう問題が出るわけですけれども法的な解決ですので、まあ、条文、まあ、これが出発点になっていきます、まあ。条文を非常に大事にした検討というのはもう必須になってくるわけですがやみくもに条文使えばいいっちゅうわけじゃないですね。ああくまででも当事者がいてその当事事者者がががいいててその困っるることがあるわけで、えー その当事者の困っていることを解決するという目線で条文を使う、まあ、そういった視点が必要になってきます、まあ、そういう意味で、ねえー、当事者の立場で条文に基づいて考える、まあ、これが論文特化6番に、ね、必要になってくるまあ能力だというふうにかん、えー、考えていただければと思いますただ、まあ、完璧に解けなくても使用試験ではまあ合格する予備試験も同様でして、まあ、予備試験の合格点がそこに書いてあります一応の水準、えー、50点満点の20点以上ですね、えー、これを、まあ もう少しおおむね1科目25点の10科目で250点ですねこの辺りが合格ラインになる、ねまあえー、ことが多いわけですけれども、まあ、そこをまあ安定して取るというねこれが一つの合格目標というか到達目標になってくると思ってください、はいまあ、そういうことでね、えー、そこにまあ行き着くために必要なものということでねいろいろとこうね抽象化していろいろ考えた結果ですねやっぱり実務のミニマム版ですねこれがやっぱ必要だろうと。 まあ実務家の思考ですよね当事者の立場で法律を武器ないしは防具にして戦っていくと、まあ、これがまあ法律家の仕事になってくる特に弁護士の仕事ですけれどもね当事者の立場で言いたいことこれを条文に即して説明していくね主張していく、まあ、こういった主張反論ですけれどもねこれができるようになるというのが論文突破で不可欠な知識ということになってきます。はい でまあ、一応その下にですね法律論文を突破するためのいろんな力をね、えー、5つに分解してみました、まあ、当事者目線と条文至上主義にほぼね、えー、尽きるところであるんですがもう少し具体化するならば事例をちゃんと読まなきゃいけませんので、まあ、日本語読解力ですね、えー、事例把握力これはもう大前提になります、まあ、問題文読み違いとかね、えー、そのあたり非常に悲しいね、えー、その間違いでして私もまあ経験ありますけれどもう、えー、さんとおっさんを入れ替えたら全くね問題が変わっちゃったとこれではね正当に当然たどり着きませんので、えー、出発点はまず事例把握正確にというね そこになっていきますでその上で条文に基づいて考えるというねで考えるために、ね、やっぱり最低限の基礎的知識は必要になります。で、えー、基礎的知識をもとに次に思考方法ですね当事者の立場で考えるというところがまあ非常に大事になってきましてここで大ミスをしなければ大体方向性は合っていきますで、えー。難しい問題になると3つ目 応用力、これが欠かせないということになってきますが、まあ応用力も基礎があってのねえ応用になってきますので、まあ基礎力があれば応用力もそのうち身についてくると、まあいうふうな意識でいいかなと思いますね。で、この応用力使いこなすね力をつけようと思えば、やはり問題の数をこなしつつ、で、かつですね。 私がまあ講義の中でいろいろ説明していきますけども、まあ、応用のノウハウですね、えー、そういったものもお話していきます、まあ、その辺をやはりこう、ね、集積していってようやく応用力というのはついてくるかなというね、まあ、そういうことでまあこの3つ目はね問題検討を数多く行わせていく中でというね、えー、そういうふうに思っていただければ幸いですで論文は書かなきゃいけませんのでこのあとですね書く力当然いりますで、えー、書く力も時間制限の中で書く力でして自己統制ですね答えに必要なものだけを書いていこうというね、えー、そういう縛りをしておいてくださいで人間というのはどう どうしてもですね欲とそれからまあ感情がありましてですねおこれ勉強したことだこの判例しっかり勉強したぞ書きたいということでどうしても書いてしまうねところがどっこいね、えー、その問題ではその判例は必要じゃなかったとこうなるとね、えー、これはあの失点が多くなるね、えー、得点が伸びないそういう原因になりますし時間制限の中でパニックになるね、えー、そういうこともありますがパニックになったときにどう自分をコントロールするかと、まあ、この辺はい、ね、ろ、えー、んな対処法ありますけれども困ったときほどいつも通りです。 条文に基づいて考える条文にはこう書いてあるからこうなんだとかねあるいは当事者としてはこう主張したいで当事者の、まあ、一応思いとしてはこうなるべきだで条文上はこうだからとかね当事者の立場で考える条文に基づいて考えると、まあ、ここで困った時のね浮上策というのをね持っておくといいかと思いますがまあとにかくですね論文を突破する上でね書く以前のところで一番大事になるのはやはり2つ目です法的思考力というところになりますね。まあ、当事者の立場で条文に基づ 続いて考えるとね、これができるようになるというのが論文突破では非常に大事かなというねそういうふうに思ってくださいただまあねいきなりは無理だと思いますね。講義をまあある程度継続的にやっていく中でね授業を何とか聞いていく中でまあ身についていくというところになるかと思いますしで、あとまあね知識というのもやみきもに暗記というねそういうふうにするんではやっぱり効率悪いですせっかく論文試験では条文が見れるねそういう試験になっておりますんでね条文は参照していいとね貸してくれます ますのので、えー、その貸してくれる条文を見て必要な知識が出てくるというねこれはもうね暗記量を少なくする上でも不可欠な、まあ、そういったノウハウになっていきます、まあ、私自身がね合格した年度平成15年ではありますけれども、えー、当時まあ九州を試験ということで覚えるよりは結構半端なかったね、えー、いう時代ではありますけれどもその時代でもやっぱり条文に基づいて考えるというねで条文に知識を、えー、全部集約する。 これで、まあ、かなりね、重要な知識のね、大半が条文見たら出てくるというね、まあ、論文試験では結構ね、楽って言ったら怒られますけれどもね、論文試験でさほど苦労しなかったね、原因というのは、まあ、そのあたりになるのかなというふうに自分自身はね、感じているところであります。はい、まあ、条文とはものすごい大事だよというね、そこはもうね、耳に酸っぱくね、耳に酸っぱくな耳にタコができるほどね、口を酸っぱくしてね、痛くなるところでありますのでね、今後も、まあ、皆さんね、勉強するにあたっては、そのあたりを常々意識しながらやっていただけたらと思います。 でこれをまあ三年五年かけてやるんじゃないですね。一応私のクラスはまあ最短で一二年まあ一年後にまあ合格すればいいよいいですけどもね。まあそういう方はまあかなりレアケースでまあ基本二年ぐらいにはなると思います。で二年間といってもやっぱりまあ短めではありましてその間に習得する上では何がいるかなんですけれどもやっぱりこれ一年目だろうと思いますね。えー、次のページにねなっていきます。短期間で習得する上で何が不可欠なのかまあやはり一年目をしっかりやることでしょうね。一年目で私 スローサーサターだからということでね低空飛行で入った人が2年目から急にグインと伸びる、ねまあ、そういうことはまず無理と思ってください、えー、できたらですねやっぱり1年目からある程度の高みに上っていってでそのまんまのスピードでもうね2年目も突っ走るとやはり1年目である程度のところに到達してないとですねこれは2年目以降の飛躍にもやっぱつながってきません、ね、これは1年後に目線を移しても同じことが言えるわけでね1年後の状態で全く基礎が入ってないという状態では2年目以降でガンガン問題解いていく。 なんてのは無理ですねもう一回インプットし直すということになりかねませんよねそうなると一年目である程度インプットをできた どどんどん差が開いていてくねそういうことになりますのでやはり1年目というのをねしっかりとやってほしいなというふうに思いますまあいろいろとねネット上で検索すると1年目はねとにかく回せとかねそんな感じでこうやる方もおりますけれどもまあやるにはやるで構いませんけれどもね1年目というのをちゃんとね論文力を身につけるということで目的意識を持ってしっかりとこうねやっていくとでそこのやっていく内容また3番のところでお、ね、話していきますけれどもとにかく1年目をね重視して目の前のことをコツコツとやるというね えー、そういういのを、ねえー、重視してもららえたらなと思いますその上でやはりね目的意識と言いましたけども2つ目問題解く意識です私のクラスでは、まあ、基本事例問題解くというね、えー、これを想定しながら講義をしていきますので、まあ、おのずと当事者目線条文史上主義というのはね走って 頭の中に入ってくるるといいう、ね、感じになるかと思いますもう全科目これですね。どの科目でもこの条文史上主義当事者目線、もうこれは欠かせない意識というふうに持っていただくとね、いいかなと思います。まあ、それをやっていく中で、お、ま、の、あ、ずと論文に対してのね、アレルギーなんかはなくなってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、あと、短期間での習得の上では、やはり複数回、ね、復習の回数でしょうね。1回よりも2回、2回よりも3回ということで、まあ、1年の間に理想としては10回ぐらいのね、復習回数が確保できると。 というのが理想です、まあ、あの復習回数がやはり、ねえー、少なければそれだけ身につきにくいというところがありますので、まあ、復習回数を増やすというところでしょうね、えー、復習する時に漫、ね、然、えー、と読むという、ねえー、そういった復習ではなくって、えー、覚えるべきところ 考ええるべききとところ、まあ、その辺の、ね、頭のの辺ねね頭切り替えというのも、ね、非常にに大事になってきますで飛ばせいたところ飛ばしてください、ね、えー、飛ばせ言うというのにです、ねののえー、読んでしまうという方が例年おりますけれども,もう飛ばせ言ったところも飛ばして、ねえー、そこはもう手を広げすぎないという5つ目につながってきますけれども膨大な量がありますので、えー、それを復習回数効率よく回すためにもねしかも復習の時間も効率的に使うためにもやはり飛ばすところは飛ばすというね、えー、その辺の割り切りというのは非常に大事かなと思います。 はい、あと4つ目。 に、えー、書いてありますけれども暗記でなく理解と書いてきましたまああの覚えればいいっちゅうねそういうもんじゃなくって覚えててもその考えて、えー、使わないと意味がないんですよね、えー、覚えたことそのまま張り出すだけではその事案に本当に適切なものを書いたかというのがわからないと思います、えー、ちゃんとその事案に適したものが書いてるかどうかこれは理解が問われます、えー、丸暗記したものを吐き出すだけではね、えー、ちぐはぐな答えですよね、えー、これが出てきかねません、えー、ちゃんと納得というのをね、えー、下 上で暗記という、ね、暗記ではなく理解と書きましたが暗記だけではなくね理解の伴った暗記というねそういうふうに持っていただいたら一番正確なのかなとは思います。はいそういったところを意識しながら1年目ですね勉強していただければなということで3番ですね私のクラスですけれどもそこの1年で習得するというね1年で 基本的には論文知識の95%までを皆さんに吸収してもらえるようなそういうような、ね、講義にしていき,していきたいねそういうしていく予定ですし、まあ、これまでもねずっとやってきたところですで1年目から論文力カッコの字ですね私のクラスのまあ一番の特徴という、ね、感じになるでしょうねもうガンガン1年目から論文力を鍛えるというねそういう感じでしてまあ論文対策というね意識づけ持ってやっていきますこれが担当対策という意識づけになってくると生後の判断に頭がシフトし てしまいましてね、えー、覚えると言ってもですね丸かぺけか覚えるみたいなねそういう目線になってしまいますそうじゃなくて書くためには理解納得がいるね、えー、納得して覚えるというねそれを時間かけてしっかりとやるというねこれが一年目のまあ到達目標というふうに思ってくださいまあここは一年目で何するかというね、えー、他校とのまあ違いにもなってくるでしょうし、えー、指導方針としてもですね、えー、暗記を中心になるのか納得を中心にするのかとかね、えー、それはもう全然ね予備校によっても変わってくるところだぞというふうに 思っておりま,すまあ学習指導方針としては基本ね暗記というのはまあ最低限最後はやらなきゃいけないところでありますが納得して暗記というねそれをまあ重視してやっていただければなというふうに思っております。はい 私のインプット講座の特徴がですねその次のところに書いてますがまあ問題解く感覚先ほども申し上げた通りでね、えー、論文を解くということを意識しますのでもう民法の1回目からですね民法の解き方これを踏まえてやっていきますし憲法の1回目であれば憲法の1回目から問題の解き方これを指導していきます刑法の1回目であれば刑法の1回目でね刑法の問題の解き方これをまずはざっくりとお話しします全部覚えるとは言いませんざっくりと1回目でね解き方を把握してあとはインプットしていくと 問題の解き方を踏まえてインプット、まあ、これが一番の、ね、効率のいい勉強方法かなというふうに思っておりますね。でその上で大事にするのは事例です。事例で問題解くね感覚で見ていきますのでねでその事例を見たら当事者条文の意識ねこれを常に持ってアプローチする、ね、そういった形でまあインプットは進んでいきますで予習はでで結構です。 もっぱら復習をしていただければと思いますが講義後の復習対象ですけれどもテキストですねそれはもちろんやると思いますけれども条文ちゃんと読んでください条文読んでテキストの内容出てくるこれ理想的な状態ですのでね条文読んでね条文のポイントどころですねこれがちゃんと出てくるというのがね理想的ですが丸暗記にならないようにね納得するようにしておいてくださいままああ人人間間ががが作作っっったののの法法律律でですすからね法律ってのは人間がねててはとりあえず目的持 納得いくようにはなっております、ねえー、難しい、優しいの違いはあれどです、ねえー、基本的には納得いくようにはなっておりますのでなのでまずは納得するというね、えー、覚えなきゃいけない言葉自体を、まあ、覚えるということになりますけれども、えー、そこは、ね、納得を伴った、えー、暗記という形で、ね、進めていけるようにしておいてください、まあで。その復習なんですけれども、えー、基本的な復習ペースですね短期間で回数回すという、ねえー、これが理想的な形かなと思っております。えー、私自身の入門時代と,、ねえーちょっと ちょっと、まあえー、講座の進み方が違いますのでこれは入門クラスライブクラスであればというねそういう前提で聞いていただけたらと思いますけれどもライブクラスであれば例えば、ねえーまあ、本日収録日になりますけれども12月の、えー、15すいません1616、はいえー、16に、えー、例えば 計測、まあ、法の1回目、2回目がなされたと、ちょっとね、えー、実際のライブクラスとは違いますけれども、まあ、例えばこういうふうな講義がなされたと思ってください。で、その次いけば12月の23日翌週に3回、4回と、まあ、これもちょっとね、実際の会議レベルとは違いますけれども、えー、そんな感じ、ね、で年末年始無視すればこうなれていきますよね。えー、毎週日曜日に午前、午後、2コマずつ増えていきます。で、えー、その間の復習の仕方ですけれどもね、えー、ここの 1>, 1週間の間に12回目のところを2回回すこういう復習を最低限ちょっとできたらやってみてくださいでまあ時間がないという方はね移動時間であったりとかねあるいは休憩時間であったりとか、まあ、いろんな細切れ時間があると思います、まあ、お風呂に入ってる時間ねあるいは寝る前の時間 いろいろあると思いますのでこの細切れ時間を使いながらなんとか2回回す、まあ、とにかくねこれは納得するという、ね、作業を2回繰り返してください暗記は後で伴うというねそういう前提でとりあえずまず納得するそういったところをねしっかりやってくださいで講義では基本大事なところはマーカーしますで逆に言うとマーカーしてないところはそんなに大事じゃないというところでマーカーしてるところをちゃんと納得するというねそういうふうな、まあ、勉強をしてもらえたらなというふうに思っておりますで 翌週ここではまた34回目その回やった復習が2回できるといいんですけれどもその際にできたら前の週のところも2回ぐらいは回してくる。 いうのが理想ですでこれはもうね、えー、できたらですけども、えー、理想としては12回ね、えー、1回は入れてもらうと前の週やったことももう一度ね、えー、記憶喚起できますので、えー、ここは前の週の復習も12回入れるというふうにしていってください。でこれをずっと同じようにね、えー、その週の復習を2回とその前の週の復習を12回とでこれでどれぐらい時間かかるかです。で人によってちょっとね変わってくるとは思うんですけれども、えー、1回目の復習は1回目の復習は だいたいた講義時間と同じぐらいかかりますので3時間ぐらいかかります。なので12回分の復習で6時間はかかるというふうに思っていただいていいと思います。で2回目になると早い人で半分以下になりますね、えー、1.5から2時間で2回目の復習は終わると思いますのでそうすると、ねえー、早い人で3時間から4時間3時間ね、えー、まあ標準的には4時間ぐらいと。 いいう,ふうに思ってください一応これ標準的な復習時間というね、まあ、そういうつもりで言ってますのでなのでとりあえず2回の復習するのに10時間ぐらいは確保するというねこれはもう最低限にしてもらえたらなというふうに思います。で3回目以降になってくるともっと短くなります。 どんだけ、ねえー、短くどんだけかかる人でもですね3回目の復習になると1回納得してるところだからうんうんそうだよねそうだねそうだねという感じでどんどん,どんどん復習の時間短くなっていくと思いますね。なので、えー、そういうふうな、えー、短期間で何回も繰り返すことによって1回の復習時間が短くて済むと思うんですね。で納得するとやっぱこうどん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 早くなってきますので、まあ、できたら3回目までやってで4回目までいくと、まあ、早い人はね、えー 三十分ぐらいで復習がさーっと終わるというね、えー、そのやったね一回目でやったところの復習はもう三十分ぐらいで終わる、二回目と合わせて一時間で終わるとかね、ねそういうふうなまあ結構ね、えー、早い復習がどんどんできてくると思います。まあそういう意味で、えー、これを二週で四回。 理想としてね、やってみると、まあ、ここは、かなり頭には定着するね、感じになるのかなと思います。まあ、期間とスパン、これが大事です。ただ、まあ、悲しいことにね、人間を忘れる,忘れる動物でしてね、えケ、ー、法が終わって、その次、憲法に入ってくるとね、えー、こうなると、大体、ケイソの話が、まあ、まあ、だんだんと抜けてくると。なのでね、大、え、体、ー、だいたいまあ、ある程度、時間経ったら、もう一度復習するというね、えー、そういった形で、できる限りね、忘れた頃にもう一回、忘れた頃にもう一回という形で、どん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 ね、回数を後で、ね、追加していくと。 でそのためにまああの何て言うかないろんなこうね連休であったりとかね、えー、あるいは長期休みであったりとかねある程度こう時間がある時にはそういった前の科目の復習ですね、えー、この辺りもまあできる限りちょっとやってみるという感じにしていただければと思います。はい、でで,できたらね、えー、この入門講座は、えー、覚えるということをまあ中心にはなりますけども問題解くこともね、えー、同時にやっていきますので入門やるだけでもねある程度。 論文対策というねかなり高いところに行くかとは思います。ただもったいないです。論文だけじゃなくてね、アウトプットと書いてありますが問題検討のまあ一応講座も同時並行で走っておりますんでね、えー、論文基礎力養成討論という講座があります、えー。そちらのアウトプット講座ですね。えー、それはぜひね受講していただけたらなというふうには思っております。まあインプットで示した私の解き方ですねこれを実践する場面になっていきます。まああの問題数そのものはそれほど多くはなりませ多くはね、えー、ありませんけれども、えー、このアウトプット講座の中で、えー、問題の解き方と とかがねえー、どんどんとこうね身についていくとでさらにこのアウトプットすることによって自分の弱点発見ですねこれがしやすくなると思いますあここはまだ覚えきれてないとかあここはもう覚えきったとかね、えー、そういったところのもうこう、ね、色付け色分けなんかができてくると思いますので是非、えー、ともねアウトプットの機会いうのはね、えー、そんなに無駄にせずにねやってもらえたらなというふうに思っております。まあ、宝石思考力力以外のののの身につけるいいチャンスででももありりますしから、ね、アウトトプットの復習の仕方ややっっぱり、ね、1年目でやっておくに越した こととはないと思い思ますね、えー、せっかくですので、えー、アウトプットの時にはね復習する際間違えたところとか不安だったところね、えー、そこをもう一度復習し直すと、まあ、インプットし直すということが多いかと思いますけれども、まあ、問題読み間違えた方はね、えー、解き直すとかね、えー、問題しっかり読み直すというところにもなってくるでしょうし二度とね読み間違えしないように落ち着けとね自分にこう言い聞かすと、まあ、いうふうなことであったりいろいろとね理由によって間違えた理由によってですね対処法は変わってきます。で応用が効かなかな た場合にはこれはもう仕方がないですね、えー、応用の仕方なんかをね私の解説講義などからこう真似てみるという形でね、えー、アウトプットのまあ応用力に関してはこれはあの真似るというのがね一番のこう勉強方法になるんじゃないかなというふうに思いますはい、えー、そういったことで、まあ、私の1年目の入門講座ですね、えー、それと同時に走っている論文出力養成等連ですけれども論文力というのはね1年かけてしっかりともう身につけるというねそういう内容になっておりますので、まあ、しっかり復習するしっかりまあ講義受けるというね、まあ、ある意味 それだけでね、えー、相当高めに上るんじゃないかなというね、えー、そういうい感じはしております。はい 続いて、過去の2番、まあ、徹底してメリハリ付けと書いてありますが、まあねえー、テキストと条文にほぼ絞ります。まあ、100選も私は基本的にはいらないかなというふうに思っておりますが、どうしても持ちたい方は持ってくださいということでね、ね科目ごとに言うかなとは思いますで、えー。メリハリ付けとしてマーカー引いていきますが、まあ、ここマーカー引くっていうのは、それ以外のところを見なくてもいいようにというね、えー、そういう指示でもありますので、マーカーしたところを中心に復習すると。から、えー、ランク付けも参考にしてください。w、えー、AA から、A、B、C、D という5つに、ね、分けていきますが、えー w a a B までが論文対策です。で、時間のない方は WAA、これを中心に復習するっていうね、えー、そういうやり方でいいかなというふうに思います。B、C、D については論文対策としてはややね重要性下がるし、C、D は論文ではまあ出るだろうというね、えー、そういうところですので、まあ、軽く復習するっていうね、えー、そういうやり方でも十分なのかなと、まあ、そうすることで3時間の講義ですね、えー、復習するのにまあ3時間丸々かかるというね、えー、そういったこともまあ比較的少なく、どんどんなっていくんじゃないかなというね、えー、そういう感じがします。まあ 集中力持ってね、えー、短い時間で吹く集中の方がね人間集中力が、えー、持ちますしね頭にも入りやすいだろうというふうに思いますのでまああのー、長時間連続でというね、えー、そういう勉強よりは、えー、短期間で集中してやるっていうね、えー、そういう勉強の方が僕はいいんじゃないかなというふうに感じています、はい、あと「学習時期と手を広げるな」って書いてありますが、えー、1年目でやるべきことと2年目でやるべきことこれがありますんでね1年目ではこれ飛ばした方がいいっていう内容はまあ見ない方がいいでしょうしね、えー、講義の中では、えー、入門講座は実は2周する 中ねえー、そういう内容になっておりまして1週目では2週目の内容を見るなっていうね、えー、応用的なものは2週目に回しますんでね1週目から2週目の内容を見ると、まあ、パニックになったりね訳わ,わからんってことになりますんでまずは1週目のところはね1週目、えー、っと指示したところを中心にやっておいてください2週目と指示したところは見,見ないっていうね、えー、そういうふうにしましょう。 それからまあ手を広げなって書いておりますが、まあ、この試験ですね、どうしても情報量多いのでね、あれ出してこれ出してでね、えー、そういう形で手を広げるっちいうね、えー、そういう人が出てきますけれども、まあ、それやって短期合格する人も、まあ、いるのはいるでしょうけれども、手を広げるとそれだけ自分を、ねえー、縛りつけるものが増えるというね、えー、そういうことになりまして、まあ、手を広げるとそれだけ、まあ、あの自分に跳ね返ってきてしまいます。まあ、覚えることを最小限にというね、えー、そういうふうに考えると、えー、入門講座で使うテキスト、えー、それからまあ、論文用で使うまあ問題集ですね。 それプラス過去問ですねまあせいぜいそのあたりまでにしといた方がいいだろうというねえそれ以上に手を広げてしまうとこれは自分自身の首を絞めるねそういう現況に繋がっていきますまあ人間の脳にはね限界量がありましてねテキストの量ですら頭にね入りきってないのにそれ以外のものをインプットしようってねそりゃあちょっとねえ前 なんだかな、えー、順番が違うだろうと、でこういう話になると思います。なのでまあ、手を広げるなっちゅね、えー、そこもまあ、全体意識しながらぜひやっていってください。はい、えー、過去の三。 えー、一応私のクラスの、まあ、手前味噌みたいな感じですけどね、えー、一人の講師による全科目一貫指導というね、まあ、あの最近まあそういった指導方針のところもね徐々にできてくるところがあるかと思いますけれども全、えー、科目、えー、論文まで2年目まで含めてね、えー、とりあえず私の方で対応します担当対策とね予備試験の実務基礎、まあ、この辺りは、えー、別の講師に、ね、なってきますけれども、えー、論文まで使用科目ですね、えー、ここはもう全科目一貫指導なので、まあ、パニックになるというかね、えー、指導方法が違うから分からんとかねそういうことはまあ ままずないいと思います、まあ、ここ、司法試験の講師は科目ごとに変わってくることが多かったりしますけども科目ごとに変わられるとはっきり言って教え方も違う考え方も違う大事な、ね、部分と言っているところも違うということで、まあ、混乱のもとになるだけですよね。でさらに 教える方ですね、えー、知識を教える講師と問題の解き方を教える講師が違ってもですね、えー、全然この辺の強調しているところが違うどれが大事やねんかさっぱりわからんというね、えー、そういうふにもなりかねない。でさらにオ、えー、オンンララインとビデオクラス とそれからライブクラスの違いですけどもねラライブクラスになるとこれはもう強制的に講義が始まりますんでねある意味、そのペースメーカーで講義に行こうというねそういういモチベーションが出ますけれどもライブクラスじゃなくてビデオオンラインになってくると自分のペースになってきますね。自分のペースで勉強できる方はいいですけどもねだんだんとこうね後ろに後ろにずれていくねそういうい可能性があるところでしてまあ自分で自分を律しきれないなと思っている方はオンラインビデオクラスよりもライブクラスねこちらの方をお勧めしたいなという,ふうに思いますま。 クラスであればね、えー、教室に行ってというふうなところもあるでしょうから、まあ、オンラインじゃなくてね、えー、ビデオないし、まあ、校舎に行く、ね、クラスであるとかあるいはライブクラスですね、まあ、そちらにした方がある意味ペースメーカーになると思いますね。ねね自自分で自分でののその、ねえー 時間調整に、えー、あまりこう自信がないという方、ねえー、それはできたらですね、えー、ライブクラスの方をを、ね、おすすめしたいなというふうに思っております。はい、あと、一応レックに関しての、ねえー、ポイントになると思いますがあの科目の順番もかなり、ね、工夫がされております。私のクラスは民事系刑事系、系刑 広報系という形でも系統別で講義がしますので非常に理解しやすいね、えー、順番になっておりますまあ、あの憲法と行政法これはもう二項一でやるべきですね、えー、憲法をやって、えー、1年後に行政法やったらですねもう憲法のことをまるっきり忘れてるというね、えー、そんなことになるでしょうけども憲法行政法近い科目ですのでもう二項一でやるから民法、商法、民訴これも近いところで一気にギュッとやるとから刑法、刑法も一気にギュッとやるまあ、そういったところでね、えー、できる限りまああの系統別の 効率の良い順番ですね。これもできたらね、えー、やっていただけたらなというふうには思っております。はい、過去の4勉強方法の方針と書いてますけれどもまあ、これは割合のお話です。1年目と2年目で、えー、インプットアウトプットの割合ガラッと変わると思っとってください。1年目。 8対2ですインプットが8アウトプット2というねそれぐらいかなと思いますが2年目以降は理想はインププッットトト2のアウトプット8ですね問題解くのをメインになってくるね過去問であったりとかねそういったところを中心にやるのが2年目以降でしてでそこの弱点発見。 というのがね、えー、弱点克服か、えー、発見克服がインプットのところのね、えー、一応、えー、課題ということになりまして、まあ、弱点見つかったら、えー、自分の弱点付箋貼るなり弱点だけのリストを作るなりねあるいは弱点だけのノート作るなりというね、まあ、いろんなこう対処法ありますが、まあ、ノート作るのはお勧めしません時間かかるんでねまあ時間が無限にある方はやっていただいて結構ですけれども、えー、そうじゃないという方は弱点付箋なりね、えー、そういったところでまあ自分で弱点分かるようにで付箋は結構大きめの付箋使うの1つですよね。えー、弱点が分かった との問題これをちゃん記録ししてでいつ復習分かるように、その風船に書き込めるようにね、そうしておくというのはね、一つの賢いやり方かなというふうには思っております。はい、そういうことで、私のクラスの特徴ですよね、これが一応ね、3番のところでお話したところですが、結構論文力ね、思ったよりついてるっていうね、そういう感じになるんじゃないかなというふうに思います。はいあと最後にですね、サキドクラスの魅力ということで、次のページですね、見ていただければと思います。先取りクラス 2月から始まる講座ですけれどもね、えー、そのクラスのまあ最大のまあ魅力というのは「1」と「の2」になってくるでしょうね。えー、憲法法行政法から 前のの年度のクラスについていてきますす、まあ、ある意味ですね勉強が先に走ってる方と、まあ、同じクラスに入るということでちょっと、ねえー、遅れてるかもみたいな緊張感あるかもしれませんがその分ですねやっぱりねいろんなこう情報が聞けたりというところで、まあ、有意義なところあるでしょう。と同時に括弧の2番以下、えー、民法以下ですね、えー、ここについては次の年度の、まあ、一応ね、えー、クラスに入るということで、まあ、はっきり言って知人の数が2倍以上に増えるね、えー、そんな感じになるでしょうね、まあ、少なくとも単純で2倍に、ね、なる可能性があるわけでまあ できたら前年年度度クククラララスススににもも入入りり後れるという、ね、先取ねまあ知人が多いというね、えー、これはまあ,あの足の引っ張る人も多くなるね、えー、危険性はあるんですけどもまあ私のクラスはそんなにいないかなというね、えー、そういう感じがしてますがまあできる限り受験仲間ね多い方がいろいろと情報等もね、えー、見つけていきやすいということもありますし年度が違う受験仲間というのはね非常に貴重ですまあそういう意味でもね先取りクラスというのは、えー、そういった、えー、特徴ね、えー、美味しいところ にねできるところかなと思いますあと括弧の3春クラスよりも終わる時間が3ヶ月早いです まあ憲法二月から始まりますが翌年一月には一年の入門講座が終わります。それが春クラスの方だと五月に始まりまして四月終わりでして三ヶ月の違いがあるんですね。でこの三ヶ月の違いが何を意味するかというと人よりも早く論文対策に入れるね、えー、本格的な論文対策に入り得る。でもしかするとですね翌年の予備試験も視野に入るかもしれないという意味でね、えー、この三ヶ月の速さというのは非常に意味があるかなと思います。まあ人より早い に越したことはないですね、えー、スタートするのが早い人ほどやっぱりねマスターするのも早くなる可能性を秘めてくるとまあこのね人よりも早く入ったからいうことでねのんびりやってるとね、えー、いつの間にか遅れてるっちゅうねそういうことになりかねないですけれどもやっぱりこうね早めにスタートしたからに、ね、はやっぱり早めに終わって早めにアドバンテージ取るとまあここのアドバンテージでね、えー、意外に大きかったりしますまあ先取りクラスの方の方がね、えー、次の年度の予備試験を受けるっちゅうね、えー、そういったモチベーションなんかもねできてきたりはしますので、まあ、そういう意味 で先取りクラスね、ね2月から始まるクラスというのはね非常にやっててねプラスになることが多いんじゃないかなというねそういうふうには思っているところであります。と、はい、ういうことで、まあ、私からのね予定したガイダンスはこの辺りでまあちょっと早口でね聞き取りにくかったという方もいるかもしれませんがその辺りは、ね、ちょっとご容赦ください、ね。この辺はまあできる限りね時間内にたくさんの情報を詰め込みたいというね私からのまあ一応行為だと思っていただけたら非常に幸いではあります。はいそういうことで私からのガイダンスは以上で終わりになります。どうもお疲れ 様でした。